はい、どうもカニチャンネルです。えー、チーブタさんの最新情報ですね、えー、お伝えしたいと思います。今、え、度、ー、はリンさんとピールさんとマケナイナさんですね、この3名のものになります、えー。今日はですね、気になるところで言うとあのコンテナですね、コンテナ船。あの中どないですかと何が入ったんですかと、えー、そのようなことをねリンさんが言ってたりとか。 ジョージア関係ですね。ジョージアでのその監査のあの、まあ、推計の監査ですかね。えー、あの辺がちょっとうまいこといきそうような感じですので、その辺りをちょっと触れておられましたので、えー、お伝えしたいと思います。まずはリンさんからですね、いきます。えー、この貨物船の到着は、どうやらチャールストンにとって大きな出来事のようです。え、ヘンリー・マックマスター、えー、州知事と、ナンシー・メイス下院議員が、コンテナ船マルコ・ポールを出迎える予定です。 この船は中国へのシルクロードを旅したことで知られる有名な探検家にちなんで名付けられました。このコンテナ船は CMA、えー、CGM グループが所有しています。 何すかねど、このグループかちょっとわかんないですけど、えー、私はコンテナ船にあまり詳しくありません、えー。このコンテナの中には何が入っているのでしょうかこの中に何が入っているのかを確認する役人はいるのでしょうか、えー、皆さんにお聞きしますと。<laughs> なんかそんなこと言っておられました。で、その CMA と CGM ですか、えー、そのコンテナ船をがこう写真で、えー、載せてやったんですけども、これなんかすごい意味深ですよね。この、 d s の,あの悪い行いのねその証拠があるんちゃうかっていうねなんかそんなことも言われたりとかひらひら栗きんともねこれに対してなんやあやこうやってやりましたのでここでリンさんがこのコンテナ船の、まあ、内容を持ってくるんやっていうねちょっとそれはすごい気になりました。 今週末何千人もの愛国者たちが私たちの自由を祝い神から与えられた憲法上の権利を守るために反撃するために壮大なテキサス州に集まりますそのイベントとはこのメモリアルデーの週末にダラスで開催されるフォーゴッド＆ カントリーパトリオットランドアップです、えー。私も参加するつもりでしたが、えー、ジョージ・ストレートのピストルとスネーク・金のブーツを用意していました、えー。遅刻してしまったために参加できなくなりました。ほんまにそんなことあるそんなことあるんや。えー、しかし、えー、フリンさんですね。フリンさんと、えー、ピーベルさんを筆頭にスター級のスピーカーが勢揃いするので私を見逃すことはないでしょうと。えーなんかそんな こと言ってましたですね。他の偉大なアメリカの愛国者たちのスピーチや、えー、ラウンドアップの詳細は、えー、ホームページで見てくださいってリンクを貼ってたんですけども、えー、リンさんえ遅刻ってどういうことな,なんか用事あったんですかねもしか普通にあ寝,て、ね、寝過ごしたわ言うてなんかそんな感じなんですかねお茶目か、えー、ラウンドアップに参加できないのは残念ですが私はこの渾身的な愛国者たちと皆さんのために見守り祈っています 彼らは私たち国民と共に私たちの国とその未来を守り抜くための道を切り開いています。私たちの大統領、トラさんが言うように最高のものはまだ来ていないのです。今週末、ダラスで神と国を祝うことをお楽しみくださいということを言っておられました。 YouTube を紹介されてまして、まあ、テイラーさんですかねテイラーさんの YouTube を紹介されてるんですけども、えー、カンディス・テイラーは、えー、神を恐れる愛国者でありジョージアの人々のために次の知事として戦うことになります2020年11月のジョージア州の,あの時の件で監査、ね、を要求する彼女の法的努力に関連して今日、カンディスに仕えた、えー、ブライアン CCP 憲夫に聞いてみてください。 ケン府は走ることはできますが、知事皇帝の地下室に24時間365日隠れることはできません、えよくやった、管理室 <laughs> と、えー、いうことで、もうね、ケン府さんはもう逃げ回ってますから、えー、もう出てこいと、まあ、管理さんが、まあ、テイラーさんがそういうふうに、えー、監査するからねと、そういうことを言ってる中で、もう検府、逃げれませんよということですね。 で私は当初から新型コロコロですね。それがもう武器だったっていうことです。武器にされた。 え、インフルエンザであると考えていました。えー、まあ、計画的でしたっていうことですね。えー、ミナチンについて、各人が選択する権利を尊重しますが、私は個人的には反対です。えー、ミナチンは実験的なものです。現在、人間でテストされています。えー、新型コロコロにこう有効的な治療法があります。えー、ミナにンは免疫を約束するものではなく、深刻な害をもたらす可能性があるとの報告が増えています。えー、ビルのゲッツですね。ゲッツは 支配するエリート階級と奉仕者階級を実現するために過疎化を目指していることに留意しています過疎化では中流階級の居場所はありません多くの人がそうであるように私たちの国や世界を脅かしている多くの問題の解決が遅れていることに私も疲れを感じていることがあります 邪悪なものが私たちを取り囲んでいます絶望的な気持ちになった時私は主に力を得ます主を待ち望むことを思い出すのです神は忠実でありその約束を一つ一つ守ってくださいムナチンを打つかどうかはあなた次第です私はただあなたが賢明な選択をすることを祈ります 強くいてください。光は常に暗闇を克服します。神はすでに勝利しています。私たちは勝利のそばにいます。凛と。えー、いうことを言っておられました。ここでやっぱゲッツですね。その、無ン関係のゲッツ。えー、あいつがこう、計画してるやつやでっていうことですかね。 人口をね、世界の人口をね、あの、ちょっと減らしていくとか、まあそういうことも、あのー、もう言ってしまってますから <laughs> なな、なんかのね、シンポジウムがなんか出た時にゲッツは、えー、言ってましたので、やっぱりまあそれの計画っていうことですかね、まあその、売ったことに対して、あの、深刻な害がありますっていうことをね、そのか可能性があるっていうことを、えー、リンさん言っておられますんでね。だからまだここでゲッツの名前が出てくるっていうのがね、すごい意味深いんですよね。 ゲッツは、あの、エプの件でね、あの、捕まってまうんちゃうかとか、なんかそんな内容になってましたから、あーゲッツは終わりなのかなとはちょっと思いますね。で、敵は私たちが恐れながら生きていることを求めています。恐れてはいけません。恐れないでください。戦車のご内容ですね、紹介されていました。 インさんこれで以上になります。えー、やっぱりまあそのコンテナの件はちょっと気になりますし、えー、ビルのゲッツですね。ゲッツのあれはどうなんかなと、えー、ちょっと思いますね。気になりますね。えー、次、ピルさんですね。えー、ピルさんに聞きます。えー、ピルさんが記事ちょっと紹介されてるんですけども、ABC ニュースですかね。で、その内容がですね、ここあの、また DS の、えー、人身のその、打ったり買ったりする えー、そのなんか潜入捜査官がどうとか、えー、そのようなことを紹介されてるんですけども、それこそだからコンテナ、リンさんが言うコンテナ船のあれと繋がりますよね。リンさんもそれを紹介して、えー、ピーベルさんもそのニュース記事を紹介して、だからそのコンテナの件誰か捕まるんちゃいますかね、DS のね、 あのー、人誰かそれなりの立場の方がこれ捕まる直前なんちゃうかってちょっと、えー、思いますピーさんこれで以上になります、えー、次マケさんですねマケさんいきます、ね、マケさんもおまた記事を紹介されてますビデンがあの予算案っていうんですかなんかそれのなんかこう宣伝発表みたいなそういう、えー、記事なんですけどもそこで何をビデンが言ったかっていうと あとここも少女関係なんですね。少女になんかそのコメントをちょっとしたようでして、えー、なんかその、ちょっと大人びてますね的なね。なんかそんなことを言って、えー、あいつ何言っとんねんっていう、そういう記事の <laughs> まあ紹介なんですけど、えー、ここもだから全員今日つながりますよね。あの、子供関係のものが結構やっぱ多いですね。いやー、意味深やなーってね、ちょっと思います。 でトラさんの声明ですね紹介されてました。あのジョージア州の左派の民主党が。 えー、なぜまあフルトン郡の、あのー、15万件の、えー、おらへん人の投票の監査を行わないように激しく争っているのかそれはやっぱり悪いことをしてたからということをですねで監査によってそれが明らかになることを分かっているから、えー、民主党はその邪魔しきおるやると、えー、共和党はもう絶対勝てよと、えー、そういうような声明の紹介をされていました。 なんかこのジョージアもそうですよね。あの、まあ、アリゾナでね、今こうトップで、えー、集計監査やってますけども、ちょっとジョージアでも出てくると思います。で、えー、ここで、その、まあ、トラさんが言うように15万件悪かったんちゃうかってもう,もう言われてますんでね、えー、監査が始まれば、これも間違いなく、えー、ビーデンのね、ビーデンジャンプのところですから、ひっくり返ると思います。 だからアリゾナがひっくり返り、ジョージアがひっくり返り、まあいとその、ちょっと前にリンさんが紹介されてたのはドミノ倒しですよね。その辺の,あのスイングステートのところがもう全部ひっくり返ってビーデン負けると。ええー、もっと言えば、その DS 側、まあ、民主党側、そっち側の人たちが、えぇ、子供のね、その悪いことをやって捕まると。ええー、そういうような筋がけちゃうかなって、ちょっと思いますけどね。 はい。本日はこれで以上になります。えー、また新しい情報ありましたらお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。